乃木坂46が6月7日から9日の3日間、東京有明アリーナにて 35THSG アンダーライブを開催。グループ史上初となる、4期生と5期生のみで構成されたアンダーライブとなった。ここでは、オンラインでも配信された9日の様子をレポートする。乃木坂46、4期生&5期生でアンダーライブ開催後とシングルごとに選抜、アンダーと区分けして活動する乃木坂46。4月10日にリリースした 35th シングル、チャンスは平等のアンダーメンバーは、4期生9人、5期生6人の計15人で構成された。ダチョウは、今作のアンダー楽曲、車道側のセンターを務めた4期生、筒井あやめが担当。5期生の奥田いろはは、スケジュールの都合により7日公演のみの出演となった。同公演は、筒井が初センターを務めた4期生楽曲、ジャンピングジョーカーフラッシュから明るく幕開け。筒井が、アンダーライブ盛り上がっていくぞと煽り、5期生、菅原さつきのセンター曲、バンドエイド剥がすような別れ方、へつなぐなど、それぞれの期生曲でセンターを務めたメンバーから前に立ち、アップチューンで会場を大きく盛り上げた。10曲続けてパフォーマンスをした後には、日替わりのユニット曲ゾーンへ。この日はブランコ、小川綾、岡本ひな、神奈川さや、黒宮明日香、柴田ゆな、筒井、中西アルノ松尾美優、八久保美代、羽の記憶、林瑠奈、佐藤里果て、菅原、清宮礼と美里奈緒、その女、神奈川、岡本、柴田、アゲンスト、清宮、黒美、佐藤、ふさと、中西、松尾、八久保の4曲が選ばれ、ゼニムや赤、白、モノトーンなど、それぞれの曲調に合った華やかな衣装姿でパフォーマンスした。クールな曲調が続いた後は、筒井の、皆さん私たちのこと好きですか?の振りでライブの定番曲、ハウスを全員で披露。メンバーはトロッコで会場を回り、コールや拍手で観客の熱量もマックスに。ステージに残っていた岡本とふさとも仲良くハグをするなど、会場全体がハッピーな雰囲気に包まれた。アンダーライブならではのゲームコーナーもゲームコーナーでは、今回のアンダーライブキャプテンを務めた松尾が MC を担当。この日は6月27日に誕生日を迎える5期生最年少メンバー小川のための企画、もうすぐ、花のセブンティーン。17歳になるアーヤ、小川、と遊ぼうを行い、小川のリクエストで、4期生 VS5 期生、体力測定対決が開催された。ファンと一体になって行う、飛距離を起用、サインボール投げ対決では、清宮が抜群の身体能力を発揮し、4期生が圧勝。二種目のみの対決であることから、最後の競技、恋で恋で漕ぎまくれ。三輪車リレーで勝ったチームが対決に勝利、というルールが設けられ、柴田&筒井の4期生チームと、岡本&小川の5期生チームの最終決戦を行った。恋で恋で漕ぎまくれ、三輪車リレーでは、柴田が余裕の表情で筒井へとバトンをつなぐ一方で、5期トップバッターの岡本は三輪車が後ろに進んでしまうハプニングも、筒井はそんな5期生を優しく見守り、岡本から小川へのバトンタッチを待ってから同時にスタートを切った。